お疲れ様です今回ブログの書き方ってことでねテーマをいただきまして動画の方を拝見させてもらいましたでブログね、うん、ブログってね24時間365日いつ始めてもいいんですよねで多くの方が自分の考えを誰かに伝えようと思って人と話すってことはやめてないと思うんですよで例えば今日一日過ごした中であこれは人に話したいな分かってもらいたいなってこととかって、まあ、出てくると思うんですよね でそういったのを例えば家族に会った時にちょっと聞いてよみたいな感じでお話ししたりとか話す相手がいなければねどっかの掲示板に行って見ず知らずの人に自分の本音を打ち上げたりとかねそんなことってあるんじゃないかなと思います、まあ、それと似たような感じでブログを書く人っていうのはあの聞く人がいるかどうかわかんない見てくれる人がいるかどうかわかんないけども自分の表現をする場所なんですよね人ってほらなんかこう話したいもんなんですよね、うん、まああの グッとこらえて自分の胸に収めるみたいな人もいますけども、まあ、そういった人っていうのはどっちかと,いうと聞き役もあるんでしょうかね、えー。とにかく人はですね、人の話なんて聞いちゃいないんですよ。とにかく自分の主張を分かってもらいたくって、それに共感してもらったり、えー、いい考えだねっていうふうに認めてもらったりしたいもんなんですよ。まあ、ですんでね、ブログってものが流行るんではないかろうかと思いますし、えー、逆の立場で言うとね、自分の中にモヤモヤがあった時に検索して、 誰かが自分の考えと似たようなことをブログで書いていたら、あ、やっぱり自分の考えは正しかったんだっていうふうに、えー、安心するものなんですよね。さあ、それでね、ブログを書くことなんですけども、チャット GPT で書くっていう方法もあるんですが、実際にチャット GPT では素晴らしい文章がね、自動的に生成されるんですよ。でも、自分の言いたいことを言うためにブログを書くわけなんで、機械で書いてもらったらもうそれ自分の考えじゃないですよね。 まあですので自分の考えがうまくまとまらない時にチャット GPT で例題を出していただいてその中であこのキーワードとこの文章を使おうかなっていうふうな補助的なねそのアシスタントかヒントを与えてくれるみたいな使い方でブログを書いていけばいいんじゃないかなと思いますでさらにブログを書く内容ですけどもやっぱりね4つのクアドラントに分けることがすごく大事なんですよ具体的に言うとお金の問題のブログを書くのか、ね、お金って言ってもね稼ぎ方とか借金の対処法とかって様々分かれるわけですけどね えー、次にお仕事に関してです、えー、誰でも仕事をしたことはあると思いますし仕事でなければね何らかの役割とか、まあ、趣味でもいいです、えー、一定期間継続してやってきたものとかそれからねやりたかったものとか今やっているものとかこういったことを書くといいんじゃないかなと思いますそして3つ目なんですけども恋愛についてですよね恋愛について書くことも必要だと思いますしまあその恋愛っていってもね自分のお10代の頃の体験を 書いてみたりとかねあの頃できなかったけども今15歳に年齢が戻るんだったらこんな恋愛観で行動するのになみたいな妄想を書いてもよろしいかと思います多分共感してくださる方多いいと思いますしね。えー、またですね恋愛には、まあ、結婚ですとか婚活ですとか離婚とか熟年っていうねもう年代に合わせた恋愛観っていうのもあるわけですよ。場合によっては同性でとかね近親感でとか、まあ、そういったいわゆるタブーとされているものもあるかもしれません。 それから恋愛と性欲の関係とかをねつぶさに書いていくってことも多くの方が見たい読みたいそんな文章なんになるんじゃないかなと思いますで最後なんですけども最後はね健康についてですよね健康ってのは若く見られたいっていうのもアンチエイジングも健康のうちに入れていいと思いますしもちろん健康食品ですとか健康器具みたいなことをね、うん、書いてみてもいいんじゃないかなと思いますし健康ってのは一体どういう状態のことなのか そして肉体と精神の健康は何なのかひいてはスピリチュアル的なそんなねまとめ方でもよろしいかと思いますしこのように健康の問題をまとめていくっていうことも一つのブログのネタになると思いますつまりお金仕事恋愛健康この4つのうちどれかをブログでテーマとして書いていこうと決めるとかなり書きやすいんじゃないかなと思いますねまたですね本が好きな方は自分の読んでいる本の感想を書くと いうのもいいいと思いますもちろん一冊読まなくてもいいんですよ。最初の3ページを読みました。一応本を閉じて、また次の機会に読もうと思ってます。その3ページでね、感じたこととか、自分の心の中に残ったキーワード、文節を抜き出して、それに対してね、100字なり、300字ぐらいでまとめると、それも一つの立派な文章に、ブログのエントリーになりますので、そういうふうにやってもいいと思いますし、まあ、映画を見てね、その感想を書くもいいんじゃないですかね。まあ様々ブログっていうのはね、 あの無限にネタがありますんで結局自分がどれでいくのかっていうことを決めることだと思いますあとはねブログって継続した方がいいんですけども継続が苦手な人にちょっとしたコツをお伝えします3日間集中連載っていうブログね3日だけ書くんですよ最初からそう決めるんですよもしくは10日間とか1ヶ月とかね期間を区切ってこの間ブログを書くけどもそっから先続けるかどうか分かりませんみたいな感じでやってもいいんじゃないかなと思いますまたですね くく長く続けたい方は、週に1本出すとかね、毎週土曜日に週刊誌のように出すとかいやいや月刊誌のように月に1本のブログを書けますよでもいいんじゃないかなと思いますそうやって緩やかに続けられるペースをとっていってもしね、えー、緩やかにやろうと思ったけどいっぱい書くことができた場合は「別館」とか「増刊」とか「月刊を週刊にしました」とかね「週刊」を平日月から金までにしましたとか。 それから、あまりにも書きたいことが多いんで、毎日にしましたとかね。そんな形で増やしてもいいんじゃないかなと。まあ、要するに、毎日書くよって、決めてから毎日書くんじゃなくて、こう、柔軟性を持たせてもいいと思うんですよ。まあ、そういう風うな形で、ブログ、とりあえず1ページ目を書き始めてみてはいかがでしょうか。では、お疲れ様です。